皆様こんばんは、松かなチャンネルの松本かな子です。一日一曲、今日も見に来てくださりありがとうございます。今日は8月の24日パラリンピックが開幕ということで、今日はどんな歌を歌おうかなと思っていたんですけれども、まあ、今週はね、今月は曲ずっと絵がね飾ってあるんですけれども、あきらさんの中の歌がもう一曲すごい素敵な曲があって、勇者の石というのがあって、これ私あきらさんのこの勇者の石を触らせてもらったことがあるんですけれども、この勇者の石という曲はですね、まあ、いろいろな大きい病や障害を持っているような人たちを称える歌でもあって、まあ、みんなそれぞれ生まれてくる前にそういった自分の背負う運命を決めてくるというような内容の歌なんですけれども、よかったら聴いてください。それでは一日一曲、169日目、あきらさんで勇者の石。人はこの世に生まれる前に自分で背負う意志を決める。生まれ変わるたび挫折を重ね、君の魂は強くなる。壁の子ほどの重さの石は、苦労を知らぬ子供の石。美と健康と富に恵まれ、何も恐れず遊び続けろ。ありがとうございました、ね、それぞれみんな石をね抱えて生きてるんですね。本当にパラリンピックどんな物語があるのかすごく楽しみです。一日一曲、松かなも頑張って歌い続けたいと思います。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタン、高評価ボタンですね、よろしくお願いします。それでは皆様、体に気をつけて、また明日。